ウェルズはアメリカ合衆国メイン州ヨーク軍に属する町である。2010年の国勢調査では人口9589人だった。1643年に設立され、メイン州では古い方から3番目の町である。夏の休暇を過ごす観光地として人気がある。アベナ貴族インディアンがこの地域をウェバネットと呼んでおり、成長な流れでという意味であり、 ウェバネット側のことを言っていた。イングランドのケイト生産地、ティッチフィールドからの移民であるエドマンド・リトルフィールドが、ウェバネット川沿いのウェルズの新しい土地に最初の製粉所を建設し、後にはケイト工場を建設したことで、ウェルズの父と呼ばれた。現在そこには地域へのリトルフィールドの貢献を記念した記念碑がある。1622年、イングランドのプリマス会社が、 メインの領主、フェルディナンド・ゴージズ卿にウェルズ・プランテーションを含む領土を与えた。ゴージズの若い重帝トマス・ゴージズが副官と代理人として行動し、1641年にはニューハンプシャーのエクセターから来たジョン・ウィール・ライトなど開拓者にオガンクイット側の北東からケネバンク側の南西までの土地に入植させる権利を与えた。1647年に、 フェルディナンド・ゴージズが死んだ後、マサチューセッツ湾植民地がメインの領有権を登録した。1653年、ウェルズは法人化されてメインでは3番目の町となり、イングランドのサマセットにある小さな大聖堂のある都市ウェルズにちなんで名付けられた。この時はケネバンクの町を含んでいたが、メインが州に昇格した1820年に分離した。 また1913年にメイン衆議会からウェールズの中のビレッジに指定されていたオガンクイット町は1980年に分離した。ウェールズはイングランド人開拓者の伸び縮みする北東部フロンティアにあった。アカデアと呼ばれるヌーベルフランスの領土と考えられるところにニューイングランドから侵入してくることに不満を持っていた。フランス人と同盟するインディアンから攻撃される。 可能性があったので、いくつかの砦や、駐屯地を除けば、ウェルズより、北のメインを植民地化する初期の試みは放棄されたままだった。ウェルズは1692年のウェルズ襲撃をはじめ3度の攻撃を受けた。しかし、1745年のルイブールの戦いの、後は危険性がなくなった。ウェルズの初期開拓者の多くが、大陸軍に加わり、サミュエル・グーチ退移、 ナサニエル・リトル・フィールド大尉・タイジェルマイア・ストーラー・タイなど、独立戦争の英雄になった。ポスト道路沿いにある、オーシャンビュー墓地には、南北戦争の記念碑があり、十分、ポスト道路から、サンフォード道路に、ファウンダーズ公園があり、歩道、ピクニック場があるほか、最初の開拓地の家屋も残っている。ここの記念碑には、町の設立者家族の名前が記されている。ウェルズの町は、 農業社会として発展し、干し草や野菜を育てた。その他に造船業や漁業が栄えた。19世紀、鉄道が開通し、街の美しい海浜に観光客が訪れるようになった。海岸沿いに多くの宿屋やホテルが建設された。今日、観光業は地域経済で重要な地位を占めている。ウェルズ設立350周年を祝うパレードで更新する。 ウェルズ警察署員2003年、ウェルズは設立350周年を祝った。この1年間を通じた祝祭では、大晦日の花火大会、パレード、巡回中のロシアサーカスの訪問、コンサート、歴史的行事の再現などがあった。町は祝祭委員会の委員クリスティ・ボーストに町端をデザインするよう発注した。 そのデザインは町の開拓と建築物の歴史的な面を取り入れ、さらに2003年の町役場と列車による観光に焦点を当てた。またこのプロジェクトのために作られた、モットー、過去を誇り、未来に備えるも表示された。ウェルズ町役場、1922年ウェルズはメイン州南部海岸にあり、北東はケネバンク町、北西はサンフォード市、西は ノースバーウィック町、南西はサウスバーウィック町、南はオガンクイット町に接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は73.61平方マイルで、あり、このうち陸地57.55平方マイル、水域は16.06平方マイルで、水域率は21.82%である。ウェルズ市内をウェバネット側が流れている。ウェルズは、 ポートランドサウスポートランドビデフォード大都市圏に属している。ウェルズ駅ボストンメイン鉄道駅1910年アムトラックのウェルズ駅はサンフォードロード696にある。ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車ダウンイースター号が1日後往復停車する。当駅は週間高速道路95号線に近くパークライド方式の駐車場もある。 ウェルズと他の街をつなぐ回廊は、下記の通りである。ウェルズジュニア高校、1937年に3番目のウェルズ高校として建設されたウェルズ町内には、教育機関が4つある。ウェルズ小学校、ウェルズジュニア高校、ウェルズ高校、及び、ヨーク郡、コミュニティカレッジである。ウェルズは、ウェルズオーガンクイットコミュニティ教育学区に入っている。第一回収派協会。 現在は集会所博物館バプティストキリスト教各宗派共通チャーチオブザ・ナザレン・ペンテコスタルローマ・カトリック・ユナイテッド・チャーチオブ・クライスト・ウェルズ・ビーチ1908年ウェルズ高校マーチング・バンドウェルズ消防所はしご者6以下は2010年の国勢調査による人口統計データである以下は2000年の国勢調査による人口統計データであるありがとうございます